山口豪元は、日本の空手テ全日本空手道合従会の創始者。1929年、立命館大学に、当手術研究会を創設鹿児島県、鹿児島市出身。本名は、山口実の幼少時より、薩摩寺源流や柔術等の武道をたしなむ。14歳から、沖縄県出身の丸田竹雄より空手を習い始める。 1928年に、関西大学に入学するも、翌29年に退学。同年立命館大学専門部放課に入学すると、相撲部と応援団に席を置く傍ら、当手術研究会を創設し、片柔ら流の海祖、宮城長順に支持する。その際、道場は、新選組、三布団書跡に設けた。また、立命館時代には高原はしばしば、 京都市北部にある倉間山にこもり山修行をしていた。この際に時折修験者らと接触し手ほどきを受けたらしい。1937年には8年間在籍した立命館大学を卒業。後半には司法書士の資格を取得して自活していた。同年にそれまでの当手術が空手道として大日本武徳会より認可されると、 初代師範の任を受ける。またこの頃に、宮城長寿により、合言の名を拝命し、本土における空手道普及の命を受けている。1938年一時、東北の専門学校で講師を務める。1939年、石原漢字中将の命を受けた特務により、満州へ渡り、同年には、東亜武道大会の満州代表施設団長を、 勤めて訪日、モンゴル相撲などを紹介しつつ、日本各地を回る。また、満州では、各地の市役所に勤務し、その実馬族などの抵抗勢力の情報を収集し、異分する活動を行っていたらしい。2年後には大日本部特会より、連死号を受ける。1945年、終戦により、シベリアで収容。 浅草の道場にて1947年に帰国後、1949年に台東区浅草に道場を開設すると、1950年には宮城町順を名誉会長とする全日本空手道合、十会を創設した。1951年、宮城より、十段半師の号を授与される。以降も墨田区、文京区や、 アメリカ・サンフランシスコに道場を開き、1963年には、強し重回全日本空手道選手権を開催。64年に全日本空手道連盟が結成されると、審議委員、元老に就任した。翌65年には、国際空手道片山流を結成し会長を務める。日本国内は愚かアメリカ、東南アジア、 オーストラリア等の海外でも、精力的に更新の指導にあたり、1969年には、ランジュ賞を受賞。海外では、その猫のような身のこなしから、ザ・ CAT とも呼ばれた。ゴーゲンは、生涯主験道との係わり割を絶やさず、とりわけ、既存竹山では、晩年に至るまで、年2回の山ごもり修行を欠かさなかったという。 さらに、洋画なども随時研究した。また、既存竹教系の神宗教において、行位侵職の資格を取得している。1989年5月22日、急性心不全のため正居。後に全日本空手道画十重回より、牽制の称号が追贈された。自伝、片柔の息吹によると、宮城長順自らが2ヶ月ごとに、沖縄から、出張教授に、 立命館を訪れていたという。自伝、片柔の息吹より。月刊、空手道2001年6月号で、四足、山口武志氏が語った逸話による。丸、富士文庫の収集武道書。2016年12月25日閲覧。ありがとうございます。